問題在宅での医療管理について正しいものはどれか3つ選べ1番インンスリののの自己注射効果はは利用者体調によって変わることないインスリンの自己注射の効果は利用者の体調によって変わることはないとありますがこれは誤りですね。利用者さんの体の状態調子によって自己注射の効果というのはこれは変わるということですね。 まあ例えば、発熱とかですね、あるいは下痢とか腹痛とか、まあ、そういった体調不良によって食欲不振になって、まあ、食事をとっていない状態で、このインスリンの自己注射をするということをした場合には、これは普段とは効果が変わってくるというのがあるわけですね。低血糖状態に陥ることがあるということですね。ですので、まあ、利用者さんの体の状態、それから調子ですね、こういったものによって、この効果、 インスリン自己注射の効果というのはま変わるということがありますので、その認識というのを一つ持っておかれるといいかなと思います。その次、2番、人工透析を受けているものは、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高い。人工透析を受けているものは、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高いとありますが、これはその通り、丸ですね。人工透析を受けている人の約40%がまあ、心疾患や、 脳血管疾患を直接の原因として亡くなっているという、まあ、こういう実態というのがあるわけですね。で透析患者っていうのは、まあ、腎臓というものをこう病んでいるわけなんですけど、まあ、腎不全だったりするとこの透析っていうものを透析治療を受けたりするわけですよね。でそういう人っていうのはじゃあなぜ腎臓を患っているかということなんですけど、まあ、例えば高血圧とか糖尿病であるとかそれから脂質異常症であるとかですね 喫煙であるとか、まあ、いろんなこう理由があるわけですけど、まあ、そういったものによって、あのー、腎臓を病んでるわけですね。でそういう人っていうのは、まあ、往々にしてですね、まあ、動脈硬化を引き起こすわけですね。 まあ高血圧とか、まあ、それから脂質異常もそうですし、タバコなんかもそうですしね、糖尿病もそうですけれども、これは動脈硬化を発症しますので、まあ、そうすると、虚血性心疾患なんかが生まれてくるわけですね。脳,脳血管疾患もそうですね。これ動脈硬化というものを原因としておりますので、こういったものが生まれやすいという、まあ、こういう実態があるということですね。この点を押さえておくといいかなというふうに思います。その次3番、疼痛に対して麻薬を使用する際は、 副作用の便秘に注意する必要がある。疼痛に対して麻薬を使用する際は、副作用の便秘に注意する必要があるとありますが、これはその通りで丸ですね。まあ、ガの疼痛管理なんかで、モルヒネなんかを使ったりしますけれども、まあ、これ麻薬製剤になるわけですね。で、麻薬製剤には三大副作用と言われるものがありまして、まず一つは眠気ですね。でもう一つは大きいですね。吐き気のことですね。大きい。えー、そしてもう一つが、 便秘ですね。眠気、大きい、そして便秘。この三つが三大副作用と言われておりますので、この点押さえておくといいかなというふうに思います。その次4番。人工呼吸器を装着している場合には、パルスオキシメーターによって酸素飽和度を測定する。人工呼吸器を装着している場合には、パルスオキシメーターによって酸素飽和度を測定する。とありますが、これはその通りで丸ですね。 人工呼吸器を装着している人工呼吸療法ですねあるいは在宅酸素療法なんかもそうですけれどもこういったものを利用している場合には酸素飽和度というものをチェックすることが重要なわけですね。 その人工呼吸器であるとか、あるいはその酸素濃縮器なんかを通してですね、酸素の供給というものを人工的にやっているわけなんですけれども、まあ、それがきちっとですね、機能しているかどうかのチェックというのは、まあ、もちろん大事になっていくわけですよね。ですので、全身に酸素を含んだ血液というものが流れているかどうかのチェックをするということですね。でパルスオキシメーターというのは何かといったら、これはま,あまさに酸素飽和度。 を測るるるチェックすす、まあ、機器になるわけですけでどこう指に挟むような機器になるわけですね。で指にこう挟みましてで、片方からもう片方に対して、まあ、光を出すわけですねで。この時2つの光を出すんですけど、 まず一つはですね、血球の数がわかると、赤血球の数がわかるという、そういう光を出すわけですね。そしてもう一つには、酸素と結びついている赤血球の数を出すということですね。これをやるわけですね。で、血球が100あるのに対して、酸素と結びついている血球が99あるとかですね、100あるということだったら、これ十分に酸素は全身に供給されているということになるわけなんですけど、 この血球数100に対し酸素に結びついている血球というのが、例えば95しかないとかですね、90しかないとかってなると、これは明らかに不足していますよね。で、酸素療法、在宅酸素療法とかであれば、これ酸素流量を増やさなきゃいけないと、こうなってくるわけですね。ですので、 この二つの療法ですね。在宅酸素療法、人工呼吸療法。これを利用している利用者さんにとって、酸素飽和度をチェックするということはですね、これ非常に重要なことになるわけですね。ですので、その認識を一つ立てておくといいかなというふうに思います。その次、5番。在宅自己導入は、膀胱内にカテーテルを留置するよりも感染リスクが高い。在宅自己導入は、膀胱内にカテーテルを留置するよりも感染リスクが高いとありますが、これは誤り。 いいですね、尿を自力で排泄できない場合というのはです、ね、何かこう別のこと何か方法をとってです、ね、その尿というのを外に出さなきゃいけないわけですけど、まあ、大きく見ると2つの方法があるわけですね。1つがこの膀胱留置カテーテルというものでそしてもう1つがこの在宅自己導尿と言われるものですね。 で膀胱粒子カテーテルっていうのは、これはもうカテーテルっていうのをですね、まあ、あらかじめ、こう、尿道を通してですね、膀胱まで入れておいて、でそこであの蓄尿バッグとかですね、をこう、設置してで、いつでもですね、おしこが出るような形を取っておくという、これが膀胱粒子カテーテルというものですね。 まあ長期間ずっとその留置したままですので、まあ、感染症リスクなんかというのは高くなるとで一方で在宅自己導入っていうのは、まあ、定期的にカテーテルをですね尿道を通して膀胱まで送ってそれでおしっこを出すとで出したらまたそのカテーテルを抜くということをやりますので、まあ、長,期あの長時間ですねその留置しているというわけではないのでですので膀胱留置カテーテルに比べればですね、まあ、感染症リスクというのはまあ低いと、まあ、このように見ることができるわけですね はい、まあ。ちなみに余談ではありますが、あの、膀胱粒子カテーテルを利用している人のほぼ100%ですね。もうほとんど100%の人が、尿、ま、路、あ、感染にかかるということですから、まあ、非常にこの膀胱粒子カテーテルというのは感染症リスク、尿路感染ですね。感染症のリスクが高いものであると、まあ、こういう認識もですね、合わせて持っておくといいかなというふうに思います。ということで、在宅での医療管理について問うているこの問題の正解は、2と3と4の3つが正解していることになります。繰り返します。2番。 人工透析を受けている者は心筋梗塞や脳卒中のリスクが高い。3番疼痛に対して麻薬を使用する際は副作用の便秘に注意する必要がある。そして4番人工呼吸器を装着している場合にはパルスオキシメーターによって酸素飽和度を測定する。この3つが正解となります。解説は以上です。